ダケタコ新キャラ来たよ。おはこんばんは、タンチュンです。今回の内容は聖夜の星に願いをイベント第2弾で実装された S ランクガチャキャラの性能チェックとチケットプラス超豪華クリスマス才能開花限定スタンプガチャをやっていきたいと思います。この前にお知らせを一つだけさせてください。2023年タクト忘年会を12月16日土曜日19時20分からタンチュンチャンネルにて5時間スペシャル生放送を予定しています。こんな豪華なメンバーが集まっていただきましたので皆様お楽しみに。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。英雄系攻撃タイプ S ランクの創世の巫女スルーシャ、イルーシャですね、見ていきたいと思います。ステータスは全体的にそこそこっていう感じでしょうか。ウェイト60の分だけ勇者枠より少し弱いと捉えるか、ウェイト60で使える勇者枠と捉えるかという感じですが、スキルパネルがないのでそこはウェイト5分だけ低いという形でございます。では早速特技見ていきましょう。必殺技創世のスルーじゃなくて行幸、射程前方で範囲内敵すべてに威力 500% の異属性物理ダメージ、さらに自分に物理を反射するバリアを張る効果3ターンとなっております。やはり物理を反射できるということだけでもこのキャラは強いし、なんなら継続もできる4ターン目5ターン目とかにも反射バリアを張ることも最悪可能という形なので唯一無二の部分はありますね。そして2つ目、女神の祈り、自分のみ自分のテンションを上げる効果1ターン、物理と呪文の威力を上げる効果3ターンとなっております。自己バフ特技としてはもう最大ぐらいのテンションと物理力上げれるので暇なしはかなりいいと思います。貯めていけば結構ダメージも出せるんじゃないかな。そして3つ目、ビーナスルーレイン、範囲内の敵すべてに攻撃力依存の反射負荷呪文大ダメージ、これがね無属性となります。テンルシアのデインみたいな感じで無属性で射程前方で与えて、与えた範囲内の敵すべてのダメージの 20%、 2体なら2体、3体なら3体分回復するという形です。これ無属性がねかなりいいですね。そして最後がゴッドスルー、射程1から3で敵1体に威力380%の異属性物理、さらに素早さを高確率で下げる、強いです。素早さデバフは高難度の単体ボス相手にもバンバン入っていきますので、弱点つきながらダメージ与えていって素早さもさらに 60% で下げれるはかなり強い。この特技だけでもこのキャラの評価点は上がるんじゃないかなと思います。では特性見ていきましょう。基本特性が光の真相、戦闘開始時物理を反射するバリアを張りダメージを 20% 軽減、アタックカンタと 20% 軽減ですね。完全に物理殺しという感じでしょうか。そして1突で秘めたる力、基本的に勇者枠についてるキスターンバフとなります。2突でギラ激減、3突で新規の本流、自分の HP が 50% 以上の場合敵に与えるダメージが 20% 上昇、結構火力に振ってますね。4突でヒャド耐性が激減になって、で貫突すると自動 HP MP が 5% と 4% 小回復という形になります。耐性はギラヒャド耐性ということで、イオ特技の安定型ギラ耐性という感じで、バギドルマ弱点ですね。アタックカウンターあるので S タークで攻撃することは不可能と、まあできないことはないんですけどね、ドルマ耐性なのでエスタークも、ただダメージは与えれないという形になります。ドラゴンダイのバギ必中もダメですね。呪文、大義、ブレスなんかで攻撃していかないとダメージは与えれないと、ここだけでも十分強いと思います。状態異常が物理封じ、魅了が半減、混乱無効、超弱点が毒と休みということで、見交わしもないので休みは基本的には入れやすいかなと思います。ということでこちら新キャラのイルーシャの評価としましては、闘技場系はだいたい3ターン勝負とかなので物理がね基本的に効かないだけで十分強いです。アタックカウンタがあるだけで価値はかなり高い。高難度だとねブレスも大義も使ってくるんであんまり意味ないんですけど、私が思うにやはり手動で使えばかなり強いんじゃないかと思います。ギルドの攻めとか個人闘技、あとまあクエスト高難度でもイオ物理としていい火力出してくれるんではないでしょうか。あとね逆に悪いところも言うと、基本的にアタックカウンタしかない、高火力を出せるというだけなので復活もなければ復活もない、あとね状態上解除もないので勇者枠というよりは
勇者の少し劣化版といった印象でしょうか。引くべきかというところに関してはキャラ愛以外で引く理由はないかなと思います。時期的にねもう12月後半に入ってきますので 3.5 周年キャラをやはり無課金美課金の方は狙っていった方がいいんじゃないかなと思います。さすがにね英雄系のかけらをここで使うのも厳しい。そしてやっぱりね新キャラは最低1凸できれば3凸欲しいというところでここで300連400連ガチャをするのは厳しいかなと思います。ということで評価点としましては1凸で、90点、3凸で93点、貫凸すれば95点というところでしょうか。総評としましては強いけどかなりいいんですけど使えるとこもあるけど今すぐ必要かと言われると必須ではない。 PVP で神ウパ速攻の物理パを圧倒したいという方だけ PVP 好きな方はちょっと欲しいかもという感じでございます。私の印象はですね。ということで私は今回優勝も引かないしチケットも10連だけやろうかなと思っております。その代わり今回はこちら新しく才能開花した4体、こちらのね限定豪華スタンプ付きのガチャを30連引こうかなと思っております。今回の4体ねめちゃくちゃいいと思います。結構どれも欲しいです。使ってみてタクトをね楽しくちょっと遊んでみたいなという時に結構いいキャラが並んでるんじゃないかなと今回感じましたので、ギンギーラとかね少女マヤも確定30連引いてないんですけどもこちらにちょっと課金していこうかなと今回は思います。それでは早速ガチャ行きたいと思います。よろしくお願いします。ネルゲルかっこいいですね。ネルゲル欲しいです。ではレッツゴー。ではまず10連だけワンチャンスノーモンだけ出てくれたら嬉しいです。お願いします。スルーモン、スルーモンやめてな。スノーモンな、スノーモン出してよ。金0はやめてな。金1枚だけでもいいからちょうだい。1枚か2枚ちょうだい。そんなことある？いや、いっぱいスルーって言ったけどそんな冷たいことせんでもいいやんか。はい、私はもうスルー者のスルーモンでいきたいと思います。残念。はい、もうこちらはねちょっと我慢していって無償ジェムは年末に取っといて、はい、課金してきましたのでこちら狙っていきましょう。勇者姫が2凸、ネルゲルも2凸なので3凸になったら嬉しい。ネルゲルに関してはできれば貫凸欲しいと思ってますが2枚ぐらい出てくれないと厳しい。バーバラは無凸です。1凸でも使えるんじゃないかなと思ってる。魔勇者だけ4凸なのでここが貫凸になればかなり嬉しいかな。交換チケットはこの30連やってから考えたいと思います。では行きましょう。お願いします。さあ S ランク確定なのでこの4体確定ではないんですけどね、やはり才能開花のキャラを狙っていく方が手持ちの戦力は上がるんじゃないかなと思っております。道中引けてもでかい。道中はない。金1枚の確定のみ。さああそこで才能開花が出るかどうか大事よ。めちゃくちゃ大事だから頼むよ。できればネルゲル欲しい。ネルゲル出してくれたらいっぱい使う、遊ぶ、頼む。金は常設ラスト。ネルゲルください。ネルゲルサイマジュリアンテサイマジュリアンテってせめてヨーマジュリアンテだったら嬉しかったけどな。入ってないもんね。いや優勝これねピックアップ4体入ってるんですよ。どれか引こうよ。てか常設マジ抜いといて。これは頼んます。クリスマスプレゼントください。寒そう、寒そうですがいかがですか。あー道中全然ない。確定のみ。金もなし。いいど。さてどないですか。これ6000ですよ。6000で1枚ぐらい引かせてください。次確定ないからね。 S何かしら。お、魔勇者アンちゃんが貫凸してしまいました。ありがとうございます。わお。エスタークもねまだ4凸なんで才能開花した強めの65の貫凸は初めてかな。よし、これでチケットはネルゲルに確定で使えることになったので次ねちょっとね虹が確定じゃないんですよね。チケットもらえるだけなんでなんとか虹引いてほしいです。お願いします。虹30連目ジリビッキー1枚ください。頼む。よろしくどうぞ。嘘やん、嘘やん。ちょ、虹地引きスルーはやめて。地引きスルーはやめて。ちょっと本当に本当に本当かね。そんなことなくない。悲しいよ。変換、変換、変換して、どっか変換して無理。
ダメですか。地引きゼロ痛いなぁ。ムーンキメラ、貫突した。そうですか。マユシャ、アンルシアと一緒に使えて。はい、ということでね、ちょっとネルゲルを獲得することはできませんでしたが、勇者姫ね、アンルシアもめちゃくちゃいいと思うんですけれども、今回は、メオネルゲル、ちょっとね、お気に入りなので、こちらに交換チケット使って、で三突にしていきたいと思います。本当はね貫突したいんですけどね。ありがとうございます。これで HP200 と MP50 アップかな。霊式を覚えた。地引きゼロキッズということで、ご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは。